実写の動画にあまり需要がない気がしてきました。カノカズマです。最近ね、本当になんか実写になると途端に再生が減るなっていう気がしてんだよね。いや、まあコンテンツの問題なのかな。そんなことよりですね、めちゃめちゃね、面白いドラマを見つけましたよ。すっごいね、これ面白いなと思ったのに全然話題になってないの。俺が見るドラマってなんか全然話題になんないんだよな。この間の人間レッスンもそうだけど、いや本当面白いんですよ。そのドラマというのがザ・ループ、テイルズ・フロム・ザ・ループというドラマでですね、もう何ですか、もう一言で言うと SF とこうノスタルジーがこう掛け合わさったようなドラマで、いやすごい泣けるんですよ。めちゃくちゃいいドラマなんで、今日はねこのドラマを紹介していきたいと思います。この作品はもともとシモン・ストーレンハーグさんという方の原作付きイラスト集の Tales from the Loop というのが、ね、原作なんですね。これはね、なんかなんか漫画とか小説とか違ってイラストがメインなんですよ。それにこう説明がね加えられてるようなそんな本があるらしくて、それが原作になってて、で元々はその原作はね、舞台がスウェーデンなんですけど、このドラマではアメリカの、ね、田舎になってて、1970年代ぐらいですかね。多分ねそれぐらいだと思うけど、でこの世界では、まあ、その僕らの知ってる世界とは違って、ちょっとね、その何ですか、ディーゼルパンク感というか、そのロボットとか空飛ぶ船とかがこうあるようなね、その機械がそのちょっと違う進化をしてるような、そういう世界なんですよ。でこの世界の、まあ、その田舎でそのループと呼ばれるね、その何だ、粒子加速装置みたいなものがあって、それをね研究してる施設がねあるんですよ。ループと呼ばれるね、何の研究してんのかねさっぱりわかんないんだけど、まあ、その研究のせいでこのね田舎町ではさまざまなね異常な現象が起こるんですよ。まあ、ループしたりとか、誰かとね誰かがね入れ替わったりとかね、そういうね不思議なね行動がね起こるんですよ、この町では。それでね、この作品ねちょっと変わってるのが、1話ごとにね主人公が変わるんですよね。1話とかでこう主人公だった人が2話3話で脇役になってたりとかするようなものなんですよ。それでこう1話完結ではあるんだけど、でもね世界観はちゃんとつながってるから、1話からね見ていかないとね分かんないですね。もうほんと10話なんてね、今までのこと見てないとさっぱり分かんないですから、ちゃんと1話から見てください。それでね、この作品はね、もうね、とにかく、切ない。もうね、辛いのよ。もう見ててね。このね、いろんな異常現象が起こるんだけど、それによって、幸せになることはね、一つもないんですよね。まあ、たまにいいことがあるんだけど、でも結局、それらで、何かに気づかされて終わることがね、多いんですよね。で、その何かってのも、まあ、要は死というものを実感させられるんですよね。一応やっぱループって言ってるぐらいだから、ループものであるんですよ。ちゃんとねループもしてんだけど、でも最後まで見るともう壮大な、もうすごい大きいレベルの輪廻転生の話だったんだなっていうのがね分かってきて、もう見ててほんと辛い、切ないんだけど、でもめっちゃ感動すんの。少なくとも俺はすごい感動しました。でまあ、この作品はその1話完結なので、いろいろとエピソードがねあるんですけど、僕はね一番第4話が好きですね。エコースフィアという回なんだけど、この回でそのエコースフィアっていう球体がね出てくるんですよ。その球体の中でなんか声を発すると、その小玉になって帰ってくるんですね。こんにちはって言うと、こんにちはこんにちはって帰ってくるんだけど、それがその自分の10年後とか20年後とかの声になって帰ってくるから、何回こだましたかでその自分のね士気が分かるんですね。ほんとただそれだけの球体なんですよ。自分の士気がね分かるっていう球体なんだけど、でもねこの第4話がね、僕はね一番なんだろうね、なんかこう生と死というものをねすごい実感したんですよね。なんだろう、こうファミリーツリーとかさ、アレクサンダー・ペインのねファミリーツリーをね見た時のように、そう、人間っていうのはねやっぱ生と死、その死というものからはね逃れられないなと
思ってね。でこの第4話ね見て、そっからこう続いてね、で第10話を見るとさらにね、このね第4話がねグッとくるんですよ。これはもう本当見てる人しか分かんないけど、第4話がね一番ね僕はねグッときましたね。まあ、この作品の、不満点をね言うとしたら、まあ地味すぎるってことかな。やっぱねその派手なことはね一切起こんないからね、まあ、そこがいいところでもあるんだけど、まあ、そんないろんなねなんか異常現象が起こるっていうのもすっごいさらっとして、でさらーっての終わってっから、でもそのおかげでやっぱりその見終わった後の余韻とかもあるわけで、地味だからこそいいっていう点でもある。もうほんとこれはねうまく伝えられないんだよな。すごい俺はこの先すごい好きなんだけど、退屈だなって思う人はね多分退屈なんだよなこの先。もう分かり合えないな多分な、辛いなという感じでね、すごい面白いんですよ。僕はねすごいね面白いと思ってるんですけど、まあなんだろう、やっぱ雰囲気ドラマと言われたらそれはそうなんですよね。雰囲気だけじゃんってね思われちゃうかもしんない。で僕はねこの雰囲気がすごい好きなんですよね。もうロボットとかそう機械のねガジェットとかも、ドラマのねその切ないっていう部分も、ね、全部大好きなんですよ。みんなにね見てほしいんだよな俺このドラマ。こんなにすっげえ面白いのにほんと地味なの。はあ。一応ねこの作品シーズン2あるかもしれないみたいなことはね制作者は言ってんでね、だもしかしたらかもしれないけど、いや俺は全然シーズン2あるなら見たいですよ。でもねやっぱ今ねコロナだからね、なんか微妙にうやむやになってね ないみたいな、そういうパターンとかもありそうだからね。なんだっけブラックミラー、あれの続編をね今やめてるらしいよ。やっぱり今こう世の中がすごい悪いね、そのよくすごい大変だから、そんな中でねそんな暗いね近未来のね世界のお話なんか作ってもしょうがないじゃないかっていうことでやめてるらしいよ。だからねそういうこと考えればちょっと暗いし、なんかやらなそうな雰囲気もあるんだなこの先。もうな見てほしいんだよな、見てほしいし続編全然作ってほしいんだよな俺。見てください本当、すっげえ面白いから。本当にこの先ねすっごい泣けるの。俺はねめちゃめちゃ推していきたいよこの先のこと。なので今日はこのこれでこの動画を終了したいと思います。皆さん絶対見てください。それではまた別の動画でお会いしましょう。お疲れ。